どうもー、ゆなです。ビバン。はい、今回はですね、私の持ち運び用ポーチを紹介したいと思います。フルメイク持ってくときはもうパッパンなんですけど、お直し程度のメイクポーチのときは結構スカスカなので、そちらを紹介します。たらーん。もうさ、あのパフ、あ、間違えた。やっていきます。紹介していきましょう。レッツラゴーバキュン。はい、ということでですね、私が使っているポーチはジェラートピケさんのポーチなんですけども、このさくらんぼのでね、私あのクッションファンデのさ、パフをさ持ち歩くってほとんどの方が知ってると思うんですけど、それのせいでね、こんなに可愛いポーチがあのファンデーションまみれになってるっていう、ちょっとショック。でもあのポーチ自体はね、ほら全然まだ汚れてないの。はい、中身ですね。中身紹介します。結構大きいんですけど、なので私はメイクポーチとして使ってるんですけど、お泊まりの時とかね、こういうのいいと思います。じゃあ一つ目、まずコスメじゃないやつ、鏡。100円ショップダイソーのお買い物企画の時に買った鏡をずっと使ってます。結構使いやすくて使ってます。そしてコンビニの櫛。中学の時に櫛をどうしても買いたくて、登校中にコンビニによって買いました、この櫛。それからずっと使ってます。地味にね、シンプルで可愛いやん。ほんでこれ、あ、これマジおすすめしたい、プリュスオーポイントリペアヘアスティックなんですけど、これね、一見こう開くとマスカラに見えると思うんですけど、これは気になるアホ毛の部分をね、こうこうやると抑えられるんですよ。ちょっと今あの画面が遠くて見えないんですけど、こういうストレートの時でも使えるし、縛った時のね、目立つアフ毛とかもこれで1本で隠せちゃうので、これ有能。こちら本当に皆さんに買っていただきたい商品です。アフ毛がね気になる方は本当にこれ買ったらマジ人生変わる。マジこっち人生変わるので買ってください。はい、そしてプロダクト持ち歩いております。あ、ヘアアレンジとかチェンジする時とかにやっぱワックスいいですよね。こうアップしてさ、なんか前髪薄いヘアみたいなあるじゃないですか。そういうのとかね、急にしたいなって思った時、やっぱプロダクトあると便利だと思うんです。でも私この前蓋開けっぱなしにしたらさ、なんかボコボコになっちゃって買い直したいんですよ。なんかあ、かゆい。ワックス開けると鼻かゆくなる。はい、こちらまたもう汚くなっちゃった。ファンデーションさ、こう伸ばした手でさ、こうくくってるからさ、汚くなっちゃう。はい、こちらのパフです。そしてあのコンシーラーですね。こちらダサムさんのスティック、これも買ってほしい。これも買うと人生変わる。あのガチで、あのスティックタイプとチップタイプのやつ。え、ちょっと待って、今日さ池にマニキュア塗ったのにもうハゲてんだけど、なんで。ピント合わせなくていいですよ、もういいよ。こういうね、チップタイプのコンシーラー、これも本当におすすめです。そしてキャンメイクトランスペアレントフィニッシュパウダー PN。 私はあの マットタイプあるじゃないですか、これのゴールドの。そっちよりもじゃあこっちのピンクの方ね、あのラメが入ってる方が好きなので、これをちょっと使ってるんですけど、これマジおすすめです。こちらとこちらとこちらの3セットを皆さんぜひ買いましょう。人生変わります。こちらおすすめです。本当に人生変わる、マジ。ポーチの中身紹介が人生論になってきてるの何。こっからはまあおすすめですけど、これはガチのおすすめね。で今からはおすすめです。はい、まず1つ目いきます。マックさんのグロープレイブラッシュトータリーシンクト、これが青めピンクみたいな感じで、しかもここのね質がめっちゃプニプニしてるんですよ。なんですけど塗ると、まあ、これはあんまり色がつかないんですけど、あのマックさんのブラシをね一緒にその時買ったんですけど、そのブラシと一緒にこうポンポンポンってやって、ポンポンポンってやると結構色がつくので、2点セットでやってるんですけど、持ち運びの時は手でやっております。こちらね、多分最近なんですよね。ちょっと前に出たばっかりのチークで、すごい可愛いんですよ。私あのイエベなんですけど、これ多分ブルベの方の方が色がちゃんと多分発色すると思うんですけど、すごく好きなピンクで使っております。ほんでここからはもうほぼねリップなんですけど、その前にこちらの2点を紹介します。まずこちらリリーバイレットさんの S アイズジェルアイライナー。涙袋ね大事。私最近移動時間に映画とか見たりして、勝手に電車の中で涙が勝手に出てくるんです。そうなるとあの、え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、これはゴールドのやつなんですけど、こういう風にめっちゃテンション下がる。
これね、ピンクゴールドのやつで涙袋がね、こうこういう風にかけるんですよ。で、涙出てるとさ、勝手にメイク崩れるじゃないですか。なので、涙袋メイク、やっぱ大事なので、こちら持ち歩いてます。最近買いました。そしてね、アイラインも大事です。アイラインはずっとね、こちらの D アップさんの D アップシルキーリキッドアイライナー。こちら私はナチュラルブラウンを使ってますね。こちらマジ描きやすいです。ピーと描きます。チョコみたいなね、ブラウン好きなんですよ。はい、このね、ブラウンはね、本当に描きやすい。アイラインも描きやすいし、茶色の感じもちょうど良くて好きですね。優しい茶色なので。私はね、優しい顔になりたい。優しい顔になりたいので、最近優しいにこだわってます。なので、眉毛サロンに行った時も、優しい形にしてくださいって、丸みのある感じにしてくださいって、最近は言ってますね。そして、でこちら、リップのブラシですね。これはあんま紹介しなくていい。じゃあこれね、もう使ってないの。ちょっと待って、死でも出てきたのかなと思ってたな。待って、だってさ、これさ、前の赤リップのまんまずっとポーチにしまってたから、だからあんま紹介しなくてもいいやって思ったけど、そしたら汚かった。何事もなかったかのようにもペンとか。はい、そしてこちらリップブラシですね。こちらあんまもう最近使ってないです。ここからね、リップ 1,2,3,4,5 減ったと思わない？前10本持ち歩いてたの。心配性白裂してて。はい、炸裂な。あ、炸裂。はい、そしてまず1個目、こちらニベアさんの色がない普通のリップですね。これ最近買ったんですけど、その時唇がすごい荒れちゃって、メンソレータムのリップを買おうと思ったんですけど、そこになくて、わ、どうしよう、でもちょっと薬用リップ欲しいなってなって買ったんですね。そしたらこれめっちゃ良くて、こうやって塗るとずっと塗っときたくて、なんかそうすると唇のね、笑わないで、多分何共感してくれる人いると思う。塗るとなんか唇の奥底に浸透してる感じがして、リップずっと塗っちゃう。はい、これくらい塗るとすごいしっとりしてる感じがして、唇の奥底まで浸透されてる感じがするんですよね。化粧水的な。あともう一個保湿系で言うと、ディオールさんのアディクトリップマキシマイザーですね。こちらもすごく保湿されます。ちょっと上から重ねてきます。これは油食べました感がすごい出るのでいいです。そしてですね、つい最近企画で買いました、フォーミーバイ GU さんのこのグロス、これ一押しです。シュッて塗るだけで結構色ついてくれるんですよね。これだから好きです。プルプルにしてくれるし、秋って感じね、ってなんですね。ボリュプテプランプインカラー4番ハートになってるんですけど、ジキヤくんが誕生日で買ってくれたやつの色違いバージョンみたいな感じで、最近そのオレンジ赤っぽいリップが好きなので、これがそういう感じの色なんですよ。コーラル系が好きで、こういうのハマってます。あと2つもね、もうコーラル系なんですけど、どっちもオペラです。こっちがオペラリップティント05番のコーラルピンクで、こっちが04番のオレンジで、今日は多分4番を塗ってきました。結構さ、こう見るとオレンジっぽいじゃない？でも塗るとね、結構ついてくれるの。待ってて、ほら、コーラルじゃない？お好きなんです。これはもっとナチュラルですね。ほら、これです。今つけたやつよりもさらにナチュラルな感じ。はい、以上です。これやっぱいいよね。これがね、やっぱすごいと思う。これだってさ、マスカラにもなりそうじゃない？それは朝だけどさ、こうアホがさ、こう隠れるんですよ、こうやって。これちょっと皆さん、私のあの3点セット、ほんとこれガチ推しなので買ってください。もうこちら買いましょう。じゃあおすすめです。あ、嘘嘘、3点セットじゃないわ、4点セットです。こちらの4点買うと私になれます。いや、別にあなたにならなくていいです。人生変えたいよっていう人はこちらの4点セット買ってください。私にもなれるイコール人生変われます。ということで、今日は私のお直し用ポーチの中身でした。今日も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もまた見てください。バイバーイ。これもお気に入りでーす。何て書いてるの？何だと思う？ビコーム。あ、ビコーム？ビ、あ、違うか。ベコー、ベコーメ、エクスティン、え？エクスティンクト。エクスティンクト。バイバーイ。